すいません、再開いたします。またなんか中途半端なところで切れてしまったので、1個前のやつは数分で終わったので、一応その前のやつから説明すると、多分魔女を倒したところまでは録画できてると思うので、魔女を倒した後その先にあったのがソルト錬成工場っていうところだったんですね。なので新しいところに来ちゃったから、まあ、違う、クソ、新しいところに来ちゃったから、まあ暗い森の方を探索するかなっていうことにこっち来たんですけど、苦手すぎてね、別の方から来るべきかな。ああ、もうこれすら飛び移れない。次もう一回失敗したら別のところ行くか。よし、別のところ行こう。確かね、どっかの建物から行ったんだよな。やっぱ最果ての浜のあそこの下かな。あの人暗い森に行くって言ってたけど、気をつけろよあれ。ってことは、ここ、こっちだっけか。方向的にはでもこっち臭いな。こっちから行っても似たような感じだったらどうするかな。あ、ここだ、よかったよかった。これがないと来れないもんね。うん、どっちにしろジャンプアクションするけどあそこよりマシ。森と言ってるが遺跡みたいなところをずっと通ってますね。敵が出てこないのが不気味だ。これで登ってくるところっぽいな。これは落ちたら死ぬかもしれん。あっちだ。本当に敵がいないね。ああ、初めて。クロスボウか。でも本当に敵がいなくてただ下ってるだけだよな。ああ。さて、オッケー、大丈夫。俺ならこいつミミックにするけど、そこまで意地悪じゃなかったわ。あの下の方に下っていってるんでしょうけど、
パソコンに近づいてるかな。はい、アミュレットか。もうよっぽどマシだな、下よりは。あー、合流したっぽいな。合流しちゃったか。うわー、あそこだ。結局あっち行かなきゃか。いやー、一応道中のここ落ちたら死ぬよねってところがあったから、そっちに一回落ちてみる手もあるが、くそ、やるっきゃないな。もしくはあそこの上から落ちるか、もうよっぽどそっちの方がいいよ俺は。ダメージを食らうとしても、トライアンドエラーだとしても、このトライアンドエラーは好きじゃないんだよな。ドゥームとかみたいに途中でセーブさせてほしい。それこそここでまずセーブさせてほしい。こういう風に失敗するから。あー、くそ、あそこも多分一番手前のところに飛び降りるが正解なんですけど、それが俺ができないから、奥に一回乗ってから戻った方がよっぽど楽なんですよね。こういうことよ。まずあれを覚えられない。多分よっぽどトリッキーなやり方してるんでしょうね。ああ、もうちょっとだったのにね。空中でダッシュできるのは2回までですね、やっぱり。このやり方に慣れたからこれでやるけどさ、絶対これより楽なやり方あるよね。やっときたよ。で、死にたくないぞここから。あ、どっかとつながる？それはありがたいよ。どこここ。あー、オッケーオッケー、ありがとう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 じゃねえよ。だからこれを、このステージを作ったやつに恨みを抱かなければダメだ。今奴隷とかが
あのご主人に対してへりくだる休んでしたと、ダメダメダメ、常に心に反抗心を吹きす、ん？生きてる。牛の首を持ってる。で跳ねてくるやつで、食人族みたいな刺され方してるやつ。そこまで強くはないが、そこまでね、届かない。これじゃ一発じゃないね。ただ2発では倒れる馬の耳。ああ動き出さないと当たり判定がないね。うん、嫌な予感もしたが、あ、ありがたい。ありがたいじゃないよ、ここだってサンクチュアリじゃねえのかよ。だね、今のやり方だな。毎回サンクチュアリじゃなくてセーブポイントの近くだからタイミングが分からん。消えた、この辺から OK。 あー、これいなかった。ん？さらにか、さらに壁蹴りか。消えた、あ、くそ、消えた。はい、こう、オッケー。あ、ちょっと待って待って、あ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 、え？うわ、またそのためのセーブポイントか。1、2、こう、はい、ちょっと早かった、ちょっと早かった。じゃあね、オッケー。これがゴールじゃない、これがゴールだとしかった。3、4、とりあえずあそこまではジャンプでいける。ん？そっちか。危ない危ない。はい。あ、そっちじゃない。クソ。最後の最後にミスりましたね。あれ、ソルトは捨てるか、多分上にいるよね、下じゃなくて。あそこに敵が発生するの嫌だな。上にいるね。体が覚えてるうちにやっちゃおう。あー、くそ。よし、敵がいなく、あそこの敵がいなくなっただけいい。でもここに落ちたわけじゃないんだね、別の場所に落ちたんだね。このさらに上があるのかな。で、
くそ、危ねえ。ああ、逆だ。蘇生物いらんよ。この生物になるシステムさ、ここに来ていらんよってなっちゃったな。こういうとこに配置するんだったらいらんよ。あ、くそ。あれ？あん？この枠であそこにたどり着けるかな？そういう話になっちゃうんだよな。あれ？これすらいけなくなってしまった。うわー、マジか。あれ、どこ行った？いない？あれが消えてからだな。あ、くそ。あそこに敵がいるの嫌だな。はい、やっとだよ、ゴールでやってくれ。サンクチュアリ、サンクチュアリ、こんなところに。あなたは、はい、森人のサンクチュアリ。はあはあ、だからこんな高いところにいるの。いや、ただ寄っただけです。はい、いや、なんかこれの進行を使っ、あー、でも捧げられないんだ。こう、あれなんですね、なんか拠点にはできないんだ。進行使えば拠点にできるかな。まだある、案内の石あるけど、進行を使わないと、使わないと多分案内人を置いてくれないんだな。広くフラスコだって、これ飲んでみようか。なんか、なんか多分他にもなんかついてんだろうな。ちょっと気になるから一応こっち見よう。嫌なもやが見える。うわー、これあそこに戻るだけだったらあんま行きたくないが、明日があるけど、それは多分さっき来たとこだな。
いやー、信仰ってのはさ、信仰使ってみようか。他のやつに乗り換えられるのかな、簡単に。いいよ、捧げる。これでさ、以前置いたところに移動できるのかな。多分移動できるよね、これ。で、終了。あ、何も喋んない。なんで？はい。背いたから進行に。はい。あ、なんかそういうのあるの？でも魔法使い系か。はい。はい。はい。リベン知らん。お前腹立つな、そのなんか我々の信仰と町が世界で超有名なの知ってるでしょみたいなの。知らん、お前も同じだ。その嵐に巻き込まれてここにいる時点で。なるほど。あとで別の進行に変えよう、また。ここにいる間だけだ。あー、そうっぽいな。ここに来ただけか。まあ、帰り道はあるということか。で、下に降りれるかな。こうやって一回降りて。ここがきついね。ここかな、ここから行こうか。で、あー、でもすぐにここの進行には行けないのね。はい、まあいっか。そこまでこだわりがあったわけでもないしな。なんか罪をどうこうみたいな人に会えばその辺をリセットさせてくれるのかな。地面があるってのはいいことだな。どうなったら起きる。あとでこいつらも見ないとね。近寄ったらだな。
ね。これは敵じゃない。うわ、ボスか。まあいいでしょ。やってみよう。残虐なのにカース症。はあ。